あ、いらっしゃい、キリト。来てくれたんだ。うん、そうよね。早くスキルを上げないと。なんでもないの、気にしないで。さあ、早く始めましょう。刀が割れて破片が飛んできたのね。うん、歯が欠けることはあるけど、自分に向かって飛んできたのは初めて。うん、ありがとう。でもこんな低レベルの火事で失敗しちゃうなんて。うん、やっぱり火事スキルがバグって消えちゃったせいだ。消えたスキルは上げ直せばいいなんて軽く考えていたけど。うん、分かっちゃった。やっぱそう見えちゃうか。お得意様にまた逃げられちゃってさ。まあスキルがないんだから仕方ないよね。命を預ける武器をヘボカジアに作らせるなんて自殺行為だし。あり余っているわね。入っていた呪文はキャンセルになっちゃったし。出かけるって、どこへ？あ、ちょっと待ってよ！ここって。なんだか、落ち着く場所ね。スキルはあまり人に知られたくないものだものね。でもそんな場所私に教えちゃってよかったの？え？うん、そんなことないよ。すごく嬉しい。キリトとレジャースポットっていうのも楽しそうだったけどね。でもここで十分だよ。っていうかここに連れてきてくれて嬉しい。ありがとうね、キリト。でも勘違いしちゃうよ。こんなことするのは特別な人だけにするものだよ、キリト。何よ、それって、私がキリトにとって、その、特別な存在って、ことだよね。あ、そんなことだとは思っていましたよ。しないけれど、ね、キリト、ちょっといい？あんたの命を支えてる
その、対価としてさ、ちょっとだけ充電させてよ。言ったでしょ？元気の充電中なの。すぐ終わるから。お願い。もうちょっとだけ。いい気持ちになった。うじうじ悩んでるより気合でスキル上げしていく方がいいに決まっているもの。でも私がまた落ち込んでたらまたあの場所に連れてってくれる？充電も？お、言ったな。約束だからね。それじゃあ今日はありがとう、キリト。またいつでも来てね。